この重さ、滑れる気がしねえ。立山、丹山と別山の方がめちゃめちゃ綺麗です。今、ライチョウがいるみたいで、人だかりが。キャベツはね、最後に入れてもいい。うまいよね。チーズがね、いい味出してる。ちでうめ。起動やべえ。ホームで、あー、槍ヶ岳。これどこから撮った写真？つば九郎の小屋の裏。うん、あ、パッと買っとるやん。買ってしまって、ほら、これもこれめっちゃ良かったよね。このカラマツめっちゃ良かった。その写真あるかな。あった、その写真あった。でん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 。これ肩壊すね。ね。ああ、やばい。97.2 だから26キロ。26キロ。てか僕と同じか。でも多分一緒ぐらい。うん、あ、これで26キロか。あ、軽く感じてきたよ。重い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 。
高。ヤキさん着いたね。ライチョウさん。よいし、テント掘るため、テント立てるために掘っていきます。で、ここ2個今開けていただいたので、ここ2個使いながらテント3張り分掘っていきます。今日のテントです。なんかもう装備がぐちゃぐちゃです。でここが、鍋を置く宴会場。すごい立山三山と、別山の方がめちゃめちゃ綺麗です。公園にあるライチョウサガヘッセで、飲み物買ってきました。コーラ買ってきました。冷凍庫。よいしょ。よいしょ。お疲れ様でした。よいっす。やっぱ、また寝てきますか。半ぐらいです。まだまだ眠いのでちょっと寝ときます。ちょっと2時3 3時間ぐらいかな寝て体力も回復したんで、ライチョウ探し行ってきます。そのための今回買った望遠レンズですね。だいぶテント増えたよね。はい、ちょっとライチョウ探しに向こうの方まで歩いてたんですけど、ちょっと距離がありそうなんで、やっぱり天馬横の灰蜜帯を探そうかなと思います。なかなかここの地面が言っても重機で圧雪されてて、すごい歩きやすいですね。めちゃくちゃありがたいです。灰蜜帯にライチョウがいてほしいですね。ちょっといない、なかなかそう簡単には使わないというか、ちょっと諦めて降りようかな。あまり登っても疲れるんで。よいしょ。ちょっと降りよう
と思います。すごいテント場が、綺麗だな。よいしょ。あるだなんて、これも先人のおかげだ。先人が埋めといてくれた。3、4時間前の自分たち。キャベツはね、最後の最後すべきが通るから、しなしなだって美味しくない。これ何？玉ねぎか。で、あとナスビとネギと。もらっちゃえ。ファイヤーしよう。ファイヤー。結構火力強いね。セルフィーっていうあの自撮りモードで起動するんだよ。入れとく。うん、ちょうどいいね。いいんじゃない？うん、超いい匂いするわこれ。自分が用意したよっていうアピールですね。マジでうめえ。おいしい。世界じゃこんなうまさ感じない。まあこのね景色見ながらだもんね。見た目は悪いですけど。そうね。うまいわ。うまいよね。これうまいよね。チーズがねいい味出してる。うまいうまい。ご飯も硬さこんくらいでいいよ。うん、チーズいい匂いするね。柔らかすぎてもあれだしね。